ならば公務はひとまず置いておきましょう。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。総流水泳フットフシよっフッシ、このぐるぐる回る構造、前に言った仙人の秘境と似てるな。もしかしてここにも仙人がいるのか。風の神、我らを導きたまえ。いざ。よ。安らかに。桜吹雪、雪を舞え。全力攻撃！
いざ勝負。やっ、剣に誓う。総流水泳。おい、あそこ見ろよ。出口かもしれないぞ。ん？おかしい。どうなってやがるんだ？オイラたち、戻ってきちゃったのか？ここ、さっき通った場所だよな。出発地点のようだな。俺らは、道を間違えてねえはずだ。ずっと、出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら、道を間違えてねえよな。どういうことなんだ。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてると、タヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。木田商のことだな。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いらねえ。俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。リットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。いでよ牛を。こいつが荒竹派の隠れ構成員、牛尾だ。牛尾が挨拶してるみてえだぜ。お前ら、こいつのことは牛尾か牛兄貴って呼んでやってくれ。牛尾は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあ、どうでしょうね。行け、牛尾。俺たちのために道を切り開け。なんだって？どうしたんだ？道に沿って全部探したらしいが、出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ、俺様が見てくる。気づいたか？最初私たちは上の方から落ちてきた。つまり高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体これはどういうことだ。この地底の建物は思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺、岩壁だらけだな。もしかして、オイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないんじゃないか？おい、なんだ？怖くなったのか？別に、オイラは怖がってなんかないぞ！お前が怖がってんの、牛尾は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ家立ち止まっててもしょうがねえ。もう一度探すぞ。忍、お前は恩人と一緒にいろ。俺様は旅人とパイモンを連れていく。わかった。みんなくれぐれも気をつけてくれ。恩人だなんて大げさな。私のことは縁比でいい。それにしてもさすが荒竹派の親分だ。ヒットさんは統率力に優れているんだな。それほどでもねえよ。それから俺様にサンなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。
本当に出口がないなんて。一体どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった。それにさっきチラッとだが人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなけりゃいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ、俺様が言ってんのは姿が消えたりするほど化け物だよ。あ、一刀、お前まさか。あらら、バレてしまったみたいだな親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。おい牛使い野郎、怖いならオイラ様が目を覆ってやるち。うん、どうやら他にやることを探してこの緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きスミレウリだ。美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっちがいい？そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ、心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ。親分が首を突っ込まないようにしておくから。お、食べ物を焼いているのか。縁妃さんもどうだ。いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは私がリーウェの学校に通っていた時のことだ。縁妃さんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業、ああ、思い出した。確か冬だったか。みんな縁妃さんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると私は縁妃さんのことを先輩と呼んだ方が良さそうだ。うん、悪くない呼び方だね。気に入ったよ。いや、まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これも、ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだ。しのぶはお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。ユラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか。なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、心して聞いてくれるかしら。もしこのまま道が見つからなかったら、しばらく地下で過ごすことになるわ。うん、やはりそうなるか。わかった。でも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き試行錯誤してみるつもりよ。みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな真剣な顔して何かするつもりか。しょう、あ、そっか、あいつに助けてもらうんだな。おう、じゃあやってみようぜ。反応がない。ショウならどこにいてもすぐに駆けつけてくれると思ったのに。もしかしてあのショウでさえオイラたちの気配を感じられないのか。もう一度見てくる。この俺様、新たき天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼きスミレウリだ。はあ、こん
か面倒ごとの真っただ中だってのに、のんきにスミレ売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってんって、すでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ、俺様にも二つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があっても、その大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。まあお父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり、旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。